平成26年2月22日、本日は、東京都葛飾区、水元公園に来ています。こちらの公園では、高い放射線量を、観測したホットスポットなどがあった、有名な場所でもあります。それからだいたい1年以上経過しているんですけども、現在ではどのような状況になっているのか、早速この公園内の放射線量について調べてみたいと思います。こちらの公園はちょっと広すぎるので、どの辺を、調べていいかわからないので、こっちも適当にね、この辺はどうかなというような形で、調べていきたいと思います。とりあえず私が今、立っているところは駐車場から、数メートル、そうですね、この池が見えるところ、こちらのところにいるんですけども、空間放射線量は今この場所で空間放射線量は、0.13、 ちょっと見づらいんですけども、0.13 マイクロシーベルトあります。それでは、ちょっとね、いろんなところですね、調べていき、土壌などもね調べていきたいと思います。カメラの向こうに、見えるのが我々が止めた、我々が、車を止めたところの駐車場ですね。そちらから今、こちらの方に回ってずっと歩ってきました。そして、こちらに、枯葉が、堆積というか、ここの公園を管理している人たちが、ここに、掃除を兼ねて枯葉を集めたんじゃないかと思います。脇にはビニール袋に入っている枯葉もあります。今こちらの空間線量、こちら 0.12 ですね。それでは、枯葉、集めた枯葉にはどのぐらいの、放射線量があるのか早速、見てみたいと思います。それで今ですね、この枯葉の上に置いてみたいと思います。はい、線量が上がりました。一気に線量が 0.8、 今一緒、0.8 まで上がりましたね。0.8 マイクロシーベルトはあります。この水元公園の駐車場のすぐ脇にある場所ですね、この今枯葉が集められているのは、こちらになります。続きまして、普通のこちらは、遊歩道の、脇の土壌ですね。いろんな立ち木が植えられている土壌です。こちらの、土壌の上には線量計を置いているので見てみましょう。1.55、1.54、1.5 マイクロシーベルトはあります。ご覧のように、本日は、土曜日であるためか、このような土壌で、レジャーシートを引き、余暇時間を楽しむファミリーの姿も見受けられます。こちらはご覧のように、この水元公園の中の、メインとされているような、ちょっと付近が広い、通りであります。こちらの通りの脇の土壌にもですね、周囲の枯葉が堆積しているところがあるんですけども、こちらの線量を今測っています。先ほど測ったところよりもかなり、線量は低いんですが、こちらは 0.23 マイクロシーベルトあります。この時期は木枯らしも強く、この辺にはこのように、ウォーキングをしている方や散歩をしている方がたくさんいます。したがって吸引被爆の恐れは、避けられないと思います。こちらの土壌、多分何の、枯葉だか分かりませんが、たくさん枯葉が落ちているところがあります。こちらの
上に今洗浄機を置いていますが、0.58 マイクロシーベルトあります。ご覧のようにたくさんの人たちが、この公園を利用しています。ご覧いただいているのは、この水元公園内にある、飲食物などが、販売されている店舗だと思います。こちらの目の前に、ご覧のようにこう芝が植えられているんですけども、この芝の上に今染料系を置いています。今測定する染料は 0.24 マイクロシーベルト、0.24 マイクロシーベルトあります。こちらの公園であちこち、堆積している枯葉などは当然染料が高いんですが、ご覧のように植え込みされているこの芝生なども高い染料を出しています。当然これは、環境省が定める、除染をしなければならない、基準値ではあるんですが、東京都では、放置しているようじゃないかなと、思われます。このような環境で2020年に、東京都、日本の東京都では、オリンピックが開催されようとしています。